偏見だ。どうした？何？ゲームを終了させる？俺も休憩していいのか？なるほどな。了解した。ブラザー2。それプレイヤーさんのコード名ですか？そんなところだ。ところでエマチ、俺もオフになったわけだが、一つショッピングにだけど。あら館長、休憩といえど館長が館を降りるわけにはいかないのではなくて？お、それはそうだな。では一足を先に。エマシーン、急速に移ります。ブラザー2へ任務再開だ。それでもせんと気が紛れん。聞こえたか？任務を再開してくれ、頼むぞ。カミーユ、寝転がりながらゲームをやる癖やめなさい。容疑が悪いわよ。なんだよ、せっかくの休暇なんだ、リラックスさせてくれてもいいじゃないか。ダメよ、ゲームは1日1時間まで。背筋を伸ばして正座をして、画面から2メートル以上離れてやらないと。とファーは言っているけど、プレイヤーのみんなは気楽にゲームを楽しんでくれ。でも 1,2 時間おきに休憩を取った方がいいのは本当だ。疲れたと思ったら今回のようにプレイを中断した方がいい。ほら、カミユも早くやめなさい。スイッチ切っちゃうわよ。あ、まだだ、待って。プレイヤーのみんな、スーパーロボット対戦ってとっても続きが気になるゲームだぞ。早く戻ってこい。スーパーロボット対戦はとっても続きが気になるゲームだ。みんな早く戻ってこーい。ティファティファったら、ほらこっちへ来て、最後になんか一言言えよ。え、私が？じゃあお願い、約束して。必ず戻ってくるって約束して。この戦いを早く終わらせるためにも。ティファーからのメッセージをもらえるなんて、あんたラッキーだな。俺が幸運を保証するぜ。月はいつもそこにあるんだ。じゃ、またな。月は出ているか？は？月は出ているかと聞いている。ごめんね、うちのキャプテン月についてはちょっとうるさいのよ。悪いけど、ゲームを中断したら一っ走りして外を見てきてくれない？そうすれば収まると思うから。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。では報告を兼ねての再プレイお待ちしています。ここで終わりだなんて何考えてんだよ。やめろシン、こんなところで、こんなところで終わるなんて。俺はゲームを中断されるくらいで怒るなんて。ほんと、シンって子供よね。画面の前のみんなはゲームが思うようにいかなくても、あんなダダこねないように。それではゆっくりお休みください。お疲れ様でした。正体は全部で3人、僕とサラと、あと1人はやっぱりあの子かな。レイナ君、プレイヤーが辞めるのにまだスパロボやるんだ。ちょっと見せなさい。ダメだってばサラ。こういう編成なんだ。いいわよ、そういうお年頃ですものね。自分のゲームだもの、好きにすれば。プレイヤーの人ごめん、ちょっと謝りに行ってくる。やれやれ、毎度のことだが、見てるこっちが恥ずかしくなる喧嘩だな。んじゃ、俺から最後にアドバイスだ。女主人公に好きな女の子の名前をつけると、友達にデータを見られた時恥をかくぜ。じゃあな。正体は全部で3人、僕とサラと、あと1人はやっぱりあの子かな。レイナ君、プレイヤーが辞めるのにまだスパロボやるんだ。ちょっと見せなさい。ダメだってばサラ。こういう編成なんだ。いいわよ、そういうお年頃ですものね。自分のゲームだもの、好きにすれば。プレイヤーの人ごめん、ちょっと謝りに行ってくる。やれやれ、毎度のことだが、見てるこっちが恥ずかしくなる喧嘩だな。んじゃ、俺から最後にアドバイスだ。
命中率 10% の敵の攻撃が連続で当たっちまうのは運が悪いだけで誰のせいでもないぞ。じゃあな。招待は全部で3人、僕とサラと、あと1人はやっぱりあの子かな。ゲイナ君、プレイヤーが辞めるのにまだスパロボやるんだ。ちょっと見せなさい。ダメだってばサラ。こういう編成なんだ。いいわよ、そういうお年頃ですものね。自分のゲームだもの、好きにすれば。プレイヤーの人ごめん、ちょっと謝りに行ってくる。やれやれ、毎度のことだが見てるこっちが恥ずかしくなる喧嘩だな。んじゃ、俺から最後にアドバイスだ。第41話終了後のバザーじゃブリキの金魚が高く売れるらしいぜ。じゃあな。招待は全部で3人、僕とサラと、あと1人はやっぱりあの子かな。ゲイナ君、プレイヤーが辞めるのにまだスパロボやるんだ。ちょっと見せなさい。ダメだってばサラ。こういう編成なんだ。いいわよ、そういうお年頃ですものね。自分のゲームだもの、好きにすれば。プレイヤーの人ごめん、ちょっと謝りに行ってくる。やれやれ、毎度のことだが見てるこっちが恥ずかしくなる喧嘩だな。んじゃ、俺から最後にアドバイスだ。ゲームが難しすぎると思ったらスパロボポイントは取るなよ。じゃあな。招待は全部で3人、僕とサラと、あと1人はやっぱりあの子かな。ゲイナ君、プレイヤーが辞めるのにまだスパロボやるんだ。ちょっと見せなさい。ダメだってばサラ。こういう編成なんだ。いいわよ、そういうお年頃ですものね。自分のゲームだもの、好きにすれば。プレイヤーの人ごめん、ちょっと謝りに行ってくる。やれやれ、毎度のことだが見てるこっちが恥ずかしくなる喧嘩だな。んじゃ、俺から最後にアドバイスだ。ここだけの話だが、ゲーナー君は誰が戻ってきたようだ。じゃあな。もうやめてしまうのですか。私という哀れな人質を取っておきながら、ひどーい。でも皆さんには生活があるのですから、仕方ないことなのですよね。次にプレイするときはいっぱい遊んでくださいね。ただし昔のゲーナーみたいにやりすぎてもねですよ。どうです、ゲームの進み具合は。アキサ、エンゲ、回れ。嫌ですよ、10分前に交代したばっかりじゃないですか。大体無茶なんだよ。前列プレイを使って第2話で資金カンストなんてよ。揉めてないでさっさと進めてください。キッズ総裁のデータなんですから。なんで俺たちが総裁のデータでゲームをやらなきゃならねえんだ。楽しいものも楽しくなくなるじゃねえか。画面の前のあなた、世の中にはこういう人たちもいるんです。あなたは楽しんでプレイしてくださいね。なんだ、もう終わりか。根性なしのもやしめ。月影長官の地獄の訓練で根性を入れ直してもらえ。よく言うぜライター。こないだの特訓で真っ先に弱音吐いたの誰だよ。あれはだな、そのまあいいじゃないか。これで画面の前のみんなと永遠にお別れというわけでもあるまい。そうだな、今回はこの辺にしておくか。今年の明日を救うためにゆっくりと休んでくれ。また必ずプレイしてくれよ。お疲れ。スーパーロボット大戦、限りなく広がるロボット作品の海。スーパーロボット大戦 Z の運命は、マリンの、そしてプレイヤーの運命は、プレイヤーが身を投じた世界。そこは様々な次元が連結された争い絶える世界であった。必死の戦いを続ける中、次々と現れる様々な敵。激戦の末にプレイヤーは一体何を見るのであろうか。次回もスーパーロボット対戦 Z に
ご期待ください。ダメじゃ。このステージをクリアすれば伊予への道も開けるんじゃが。貸せ。ヒラケンに任してちゃいつまで経っても伊予のみんなは救えねえ。まあまあ、そう生きり立つなよお二人さん。なんだよチュリー、お前まさか。現金で200だ。スパロボの攻略法を知りたければこれぐらいは出してもらわないとな。チェッ、がめつい野郎だぜ。ジュリーなんぞに頼っていられるかい。本庄と気合でテスヤプレイじゃ。やれやれ、画面の前の君は賢いキラ君の真似なんかしないでくださいよ。ダメじゃ、数字がいっぱいで何をしていいかわからん。なんだキラケン、改造で悩んでるのか。改造は長所を伸ばすように行うのが基本だ。避ける機体なら運動性、走行が高い機体ならさらに走行を改造するといいだろう。け、講師の押し売りかよ。安心しろ、お資料を要求しようってわけじゃない。キラケンがコツを覚えてくれんことには俺の命も危ないんだな。ついでだジュリー、ここから最終ステージまでの裏道も教えてくれよ。トシア、そいつはお前さんとプレイヤーが知恵と勇気で見つけてくれ。そう言われて引っ込んじゃ男がスタルってもんだぜ。すぐに再スタートだ。やれやれ、それじゃこの画面の意味がないでしょう。さて次回は、出会ってしまった異なる世界、文化の違いや技術の違いに大慌て、この事件とトリニティエネルギーの関係は一体何なのか。次回スーパーロボット対戦 Z、 ナレーターは誰。お楽しみに。この副業ガガーン総司令にバレたら命がないだろうな。おお、ゲームをやめるのか。長時間のゲームは目に負担をかけるからな。いい判断じゃ。地球の平和は君の手にかかっているんだ。しっかりと英気を養って次の戦いに臨むのじゃぞ。ではゆっくり休んでくれたまえ。おお、ゲームをやめるのか。長時間のゲームは目に負担をかけるからな。いい判断じゃ。地球の平和は君の手にかかっているんだ。しっかりと英気を養って次の戦いに臨むのじゃぞ。ではゆっくり休んでくれたまえ。邪魔者どもはいなくなった。あとはわしの天下よ。ダメ、我慢できない。もっと遊ばせてよ。わがまま言っちゃいけない。教えただろ、ゲームは1日1時間って。あんた、それマジで言ってんの。そんなんじゃクリアすんのに何日かかると思ってんのよ。コツコツプレイしていればいずれエンディングは見れる。だから今日はもういいわよ、ドミニクのバカ。私もう寝るから。こうするしかなかったんだ、アネモネ。だって君はゲームを始めると僕のことなんか見向きもしなくなるから。僕は罵られても撃たれてもいいんだ。君が僕の方を向いてくれるなら。やばい、この人本物だ。あれ、ストナー何やってんだ。見りゃわかんだろ、今回のプレイデータをメモリーカードにセーブしてんだよ。そう、マジ。その作業ってストナーがやってたの。そんなわけないでしょ、何でも簡単に信じない。そうよね、そういう作業はゲーム機の中の小人さんたちがやってるんだもんね。ギジェット、おみの言ってることも違うぞ。ったく、こんなところで集団だなんてやることが半端なのよ。無茶を言うな太郎、ここはプレイヤーを責める場所ではない。むしろ礼を言わんか、礼を。でも大体お前さんのヒステリーでプレイヤーさんたちがやる気を失ったらどうすんだ。心配すんな、ハップ。スパロボプレイヤーはこの程度で引っ込むようなチキンじゃねえ。さすがリーダー、心とおでこが広い。言っちゃならねえことを。プレイヤーのみんな、なるべく早く戻ってきてね。そ
うしないとホランドのおでこがますます広くなっちゃうから。ったく、こんなところで集団だなんてやることが半端なのよ。無茶を言うな太郎、ここはプレイヤーを攻める場所ではない。むしろ礼を言わんか。礼を。でも大体お前さんのヒステリーでプレイヤーさんたちがやる気を失ったらどうすんだ。心配すんな、ハップ。スパロボプレイヤーはこの程度で引っ込むようなチキンじゃねえ。さすがリーダー、心とおでこが広い。言っちゃならねえことを。プレイヤーのみんな、なるべく早く戻ってきてね。そうしないとホランドのおでこがますます広くなっちゃうから。これでセーブは完了したんだな。ああ、あとはゲーム機本体の電源を落とせば終了になる。それでゲームを再開するにはどうすればいい。ゲーム機の電源を入れてタイトル画面でコンティニューかロードを選べばいいんだよ。よし、やってみよう。どうなってる。うまくいかないぞ。もしかしてこれがないせいじゃない。あ、メモリーカード。返して欲しければ新品のクリエのスニーカーと交換だ。え、そんな。くぅ、ここまでプレイしてくれて俺マジで感動っす。俺もみんなに負けないくらい頑張るっす。レントン、感動すんのもそんぐらいにしとき。おめえの熱苦しさにプレイヤーちょっと引っ込むわ。なんてこと言うんですか、ドギー兄さん。スレスレの熱さこそスパロボの魂そのものじゃないっすか。そんなもんか。エブレカはどう思う。ちょっとうざいかも。姉さん、この熱さが分かってもらえないこの状況、非常に厳しいです。くぅ、ここまでプレイしてくれて俺マジで感動っす。俺もみんなに負けないくらい頑張るっす。レントン、感動すんのもそんぐらいにしとき。おめえの熱苦しさにプレイヤーちょっと引っ込むわ。なんてこと言うんですか、ドギー兄さん。熱苦しさスレスレの熱さこそスパロボの魂そのものじゃないっすか。そんなもんか。エブレカはどう思う。ちょっとうざいかも。姉さん、この熱さが分かってもらえないこの状況、非常に厳しいです。ここまでプレイしてくれて俺マジで感動っす。俺もみんなに負けないくらい頑張るっす。レント、感動すんのもそんぐらいにしとき。おめえの熱苦しさにプレイヤーちょっと引っ込むわ。なんてこと言うんですか、ドギー兄さん。熱苦しさスレスレの熱さこそスパロボの魂そのものじゃないっすか。そんなもんか。エブレカはどう思う。ちょっとうざいかも。姉さん、熱さが分かってもらえないこの状況、非常に厳しいです。なんだよなんだよ、こんなとこでやめちまうのかよ。俺はまだ食い足りねえぜ。よさないか、アポロ。誰もがお前のようにタフなわけではないのだ。そうよ、アポロと一緒にしないで。バカ力でコントローラーを壊したシルビアには言われたくねえな。妹を侮辱することは許さん。神経質にリセットを繰り返してるシリウスにも言われたかね。お兄様、リセットプレイは往生際が悪いとおっしゃっていたのに。うん、画面の前のお前は好きなように遊べよ。本当はまだまだ食い足りねえんだけど。それじゃまたな。なお、お疲れさん。あ、ゲームを中断するんですね。お疲れ様です。何事もやりすぎはよくありませんからね。ゆっくり休んでください。それじゃあ次はなまった体を動かす番だぜ。え、そんなプレイヤーさんは疲れてますよ。休ませてあげましょうよ。仕方ねえ。おいお前、たまにはサッカーでもなんでもいいから運動しろよ。あら、ちゃんとした手順でゲームを終了したのね。珍しいわ。せっかく来てくれて悪いけど、私にできるのは予言だけ。それじゃ行くわね。立ちふさがるは資金不足。
救うは自身の幸運、傍らには祝福の神、運を身につける精神の力。私に見えたのはこれだけ。それじゃまたどこかで会いましょう。こんな場所に送り込まれるなんて、なんて不幸なのかしら。バカ者！出番があるだけありがたいと思え。人の記憶から消えてしまうことこそがこの場合の不幸。そうだわ。不幸を自分の特徴として生かせば、ずっと誰かに覚えていてもらえる。長所は短所にもなり、短所は長所にもなる。心せよ。はい、ありがとうございます。プレイヤーの諸君、今言った通りだ。心に留めておけよ。羽なしの力では限界みたいだ。もっと遊べばいいのに。絶対これから楽しくなるの。これ双葉、無理をさせて羽なしを疲れさせては良質のプラーナが得られなくなるでしょ。我々にとっては貴重なプラーナゲンなのだぞ。ゲームは遊びと勘違いするな、貴様。モロハ殿、ゲームは遊びです。手前こと活躍系、先走ったせいで得意点なんかになっちゃってもう大変。おかげさまであれやこれやと引っ張りだこで、女の子だけじゃなくいろんな軍隊にまでモテモテ。次回スーパーロボット対戦 Z カムバックプレイヤーってわけで、早いとこコンティニューして俺を助けてくれよ。女の子以外に追っかけられる趣味はないんだからね。はあ、俺もとことん不幸だよな。なんでこんな世界になっちゃったんだかって、俺のせいか。無責任だな、得意で。貴様がそのような男でなければ、母は。アテナ、俺はいつだってティナを忘れたことはないぜ。そうでしょうね、そうでしょうね。この前だってその前だっていつだってティナってつぶやいてるものね。ゲ、ミムジ、あ、だからね、そういうことじゃなくて。ケイなんて大っ嫌い。知らないわ。自業自得だ。貴様のような軽い男にふさわしい。なんでこうなる。プレイヤーのみんなも口には気をつけてな。どうも皆さん、エマーンの大将をやっておりますグローマのチーフ、シャニアです。今後とも私たちグローマをご贔屓に。こんな時まで宣伝会。やれやれ、エマーン人ってのは本当に商売人かたぎなんだね。あらけ、こんな時ですもの、挨拶はきちっとしておかなきゃ。では皆さん、よろしくお願いします。ゲーム終了時によろしくしてどうすんの。ではプレイヤー様、またお会いしましょうね。そう、ここで終わるの。そうはさせない。この私ロジャースミスがゲームを続けさせてみせよう。プレイヤーの諸君、まだ戦いが終わっていない以上、ここでゲームを停止するのはフェアではない。そもそもこの戦いは強引な展開、今回も交渉は失敗ね。アールドロシー・ウェインライト、少し休むべきね。プレイヤーもロジャーも。ではおやすみなさい。私の名はロジャースミス。パラダイムシティだけでなく、このスーパーロボット対戦 Z においても大切な仕事を受けよう。仮に私がここでロジャースミスを演じているに過ぎない俳優だとして、君が私をロジャースミスと呼ぶ限り、私はロジャースミスなのだ。これからも私がロジャースミスで居続けるためにも、必ずゲームを再開してくれたまえ。それが私自身のためだけではなく、君自身のためでもあるのだから。エイジ、エイジ、ほら画面の前に人だ。プレイヤーだろ。さっきまでゲームやってたんだから、いて当然だっつうの。そうなんだ。みんな、
プレイしてくれてありがとう。僕、みんなに出会えてとっても嬉しいよ。また会えるよね、必ず。俺からも頼むぜ。まだ悪党どもの手から地球を守りきっちゃいないんだからな。それじゃあ、またお疲れさ。もう、こんなところで中断して、その間に敵が攻めてきたらどうするのよ。ルナ様、電源がオフになっている間はゲームが進行することはないので、そのような心配はなさらなくて。え、そうなの？そんなの常識でしょ。少しはリールみたいに落ち着きなさい。でも私はこのまま画面の前の皆さんが再会してくれるかが少し心配。じゃあプレイヤーにメッセージを送るから。行くわよ、みんな。スーパーロボット対戦、次回も皆様のプレイをお世話します。もう、こんなところで中断して、その間に敵が攻めてきたらどうするのよ。ルナ様、電源がオフになっている間はゲームが進行することはないので、そのような心配はなさらなくても。え、そうなの？そんなの常識でしょ。少しはリールみたいに落ち着きなさい。でも私はこのまま画面の前の皆さんが再会してくれるかが少し心配。じゃあプレイヤーにメッセージを送るか。行くわよ、みんな。スーパーロボット対戦、セーッ、次回も皆様のプレイをお世話します。そうか、ここで終わるのか。これからさらに面白くなっていくというのに残念だ。それはプレイヤー諸君の枠だが、己の大切なものを中断するその勇気、私はそこに魂の美を見た。はあ、プレイヤーの諸君、私は君たちを信じる。電源オフによってもたらされた暗黒に君たちが再び光をもたらすこと。その時まで儚き打天使たち、しばし休息。そうか、ここで終わるのか。これからさらに面白くなっていくというのに残念だ。いや、それはプレイヤー諸君の枠だが、己の大切なものを中断するその勇気、私はそこに魂の美を見た。はあ、プレイヤーの諸君、私は君たちを信じる。電源オフによってもたらされた暗黒、君たちは再び光をもたらすこと。その時まで儚き打天使たち、しばし休息。どうしたの、エイジ。なんだか難しい顔してる。前から思ってたけどよ、そのふにゃふにゃした顔どうにかならないのかよ。お前スーパーロボットのパイロットだろ。え、そうね。トーガの場合ちょっと推しが弱いの。ピットの中ではキリッとしていますけど、もう少し熱血成分足してもいいんじゃない。では皆さんのリクエストにお答えして。トーガ様、次回予告をどうぞ。セマリクゼラバイアの魔の手に立ち上がる6人の勇者、愛と勇気の鳥獣合心が今奇跡を呼ぶ。うなれ鳥獣剣トベクラビオン。次回スーパーロボット対戦絶好日血鳥獣神グラビオン、君も一緒にエルドフォーム。んだよ、やりゃできるじゃねえか。どうしたの、エイジ。なんだか難しい顔して。前から思ってたけどよ、そのふにゃふにゃした顔どうにかならないのかよ。お前スーパーロボットのパイロットだろ。え、そうね。トーガの場合ちょっと押しが弱いのね。ピットの中ではキリッとしていますけど、もう少し熱血成分足してもいいんじゃない。では皆さんのリクエストにお答えして。トーガ様、次回予告をどうぞ。セマリクゼラバイアの魔の手に立ち上がる6人の勇者、愛と勇気の鳥獣合心が今奇跡を呼ぶ。うなれ鳥獣剣トベクラビオン。次回スーパーロボット対戦絶好日血鳥獣神グラビオン。君も一緒にエルゴフォーム。んだよ、やりゃできるじゃねえか。
ち歌に稽古まで。何やってんの。もうプレイヤーさんがゲームを終了するからご挨拶するんでしょ。たく、そんなこともわからねえでここに来たのかよ。たったい、コナン、たっぺ、宇宙たも、ごめんなさいね、皆さん。ゆっくり休んでくださいね。できれば、早いとこ再開してくれよな。それじゃ、またな。たっぺたちだけでなく、地球人類すべてに危機が迫る。混沌が支配する世界の中で平和への道を模索する我々ジンファミリー、その先にあるものとは。次回スーパーロボット対戦 Z、 新たなる戦い。さてどう戦い抜くかな。おろかな地球人どもよ、本気で我々外族を止めたければ一日でも早く再会するのだな。貴様が休んでいる間にも我々は街を一つ一つ焼いていくぞ。逃げる気か、カッペ。ただゲームは終わってないんだぞ。だったい、と言いたいところだが、お前も随分と頑張ったからな。とりあえずゆっくり休めよ。それじゃ、またな。よう、あんたもジンファミリーと一緒に地球のために戦ってんだってな。いつか伺うようなことを言っちまって悪かった。頑張ってくれてるあんたにもお礼を言わせてもらうぜ。だけどなるべく早く戻ってきてくれよな。まだ地球を狙う敵はいるんだからよ。じゃあな、あんたの勝利を信じてるぜ。そうだ、オーバーデビル、私にゲームを終わらせる力を見せてくれ。いやー、このターン X こそ機械文明の象徴たるこのゲームを終わらせるにふさわしい。負けるわけがない。私は今絶好調である。ならばこちらは月光町である。ま、変な連中はほっといて、君たちはゆっくり休んだらまたプレイしてくれ。そうだ、オーバーデビル、私にゲームを終わらせる力を見せてくれ。いやー、このターン X こそ機械文明の象徴たるこのゲームを終わらせるにふさわしい。負けるわけがない。私は今絶好調である。ならばこちらは月光町である。ま、変な連中はほっといて、君たちはゆっくり休んだらまたプレイしてくれ。お疲れさん、今日も随分と頑張ったみたいだな。ゆっくり休んでくれ。疲れを取るには食べるのが一番だ。よし、これからいいものを差し入れするぜ。え、大丈夫だって。トカゲの丸焼きやヘビの干し肉じゃないさ。甘くて新鮮、産地直送のメロンアボサ。さあ、たっぷり食ってくれ。ここまで逃げてくりゃあのしつこい兄ちゃんも諦めるだろう。プレイヤーの兄ちゃん姉ちゃんたちもあのドマンジュに俺の居場所を言うんじゃねえぞ。もちろん黙っててくれれば礼はする。とっておきの情報だ。俺の聞いた話じゃ最終回終了後のバザーじゃブースターが100万ブルーストーンで売れるらしい。というわけでブースターは一つは残しとけよ。もっとも最終回の後にバザーがあるかどうかは保証しねえがな。地球は正義と愛とで輝く星だ。その平和を僕は友と誓った。それを守るためにはこのゲームをプレイする君たちの協力も必要だ。力を合わせ共に戦おう。君たちのまたのプレイを待っているよ。アテンション、さあイエスターパレード、プレイスト、さあイエスタープレゼントアームズ。それは何でしたっけ。捧げつつだ。
軍隊用語を覚えるのも兵士の務めだぞ少尉。わかんねえ用語はライブラリーの攻略 Q&A で調べたよ。いくら攻略 Q&A でもそんな用語までフォローしていないと思いますが。ボビーの冗談はほっとけ少尉。それではディスミスド。さあ、イエスサー。ガイドおなじみのさすらいの修理屋、誠実なサービスと従業員のスマイルが売りのビーターサービスでございます。今日は我が社からプレイヤーの皆さんへゲーム機との上手な付き合い方をアドバイスさせていただきます。それはズバリ愛です。マシンと人間の関係はこの一言に尽きます。ダーリン、ガンレオンの調子が悪いみたいだけど。ああ、そういう時はコンソールを右45度の角度で全力チョップで。というのは悪い例です。皆さんはゲーム機を大事にしてあげてくださいね。じゃ、また会おうぜ。